殿様が逮捕されちゃったんだよ。二星三郎、今回の依頼人その人だよ。こう言っちゃなんだけど、なるほどくん、こりゃやってるよ。殺人の一つや二つ。あれ、あれ、なんか折れてなかったか今。そしてこれが悪代官役の方で、胃袋さんでしたっけ。で、奥は誰だこのおばちゃん。おばちゃんだな。表紙にいたあのオウムのおばちゃんだろう。頭にオウム乗せてたおばちゃんだろう。ああ、この前の大間違い刑事。あんたたちのせいで、ミスる意見じゃちょっとブルーになってるっす。でも、助けてあげてくださいね、ニボサブさん。あ、このサブさんはやってないって信じてるんだ。あの人が誰かを傷つけるなんて絶対ないですから。実は私、お昼過ぎに何回か人の気配を感じたんです。人の気配？恐縮ですが、僕、間違いなく寝ていたんです。誓います。おばちゃんの見間違いだと思いますけど。どうなってるんだ？嘘をついてる様子はない。なんでこれが、煮干し三郎の写真なの？まあ、いつも中に煮干しさんが入っているから。ん？おばちゃんも煮干しだって思い込んじゃったのかも。おばちゃんはこれを見て、煮干しだって言ってたの？いや、着ぐるみだぜ。これ中身わかんないよ。あ、この写真の裏。ん？ 10月15日午後2時。2人目！犯人が誰なのか見当もつかないのが気になるけど、まあそうですね。まさか、本当にあのおばちゃんだったりして。いやー、それはないんじゃないかな。10月18日午前10時、地方裁判所第4法廷、ついに来たー。うわ、また三つ剣だまた三つ剣がいたー。くー、さあ来ましたよ、裁判パート。裁判官お久しぶりです。これより煮干し三郎の法廷を改定します。うわー、三つ剣、またお前か他に検事はいねえのか。検察側、準備完了しております。弁護側、準備完了しております。三剣検事、冒頭弁論をお願いします。被告人煮干し三郎は10月15日午後2時30分8撮影所第一スタジオで俳優胃袋武を殺害した。この犯行は被告人以外の人間には不可能だった。本法廷で検察側はその点を完全に立証するだろう。立証できんのかな、あの写真あるけどね。うむ、なるほど。それでは審議に入りたいと思います。三剣検事、最初の証人を入廷させてください。最初？複数にいるのか証人は。ではまずおなじみ糸の子ゆり刑事を。そうか、おばちゃんかと思ってたけど、まず刑事からか。はい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 。あー、来ましたよ。まずこの事件について軽く説明してほしい。は、では上面図で説明するっす。今回は撮影所全体の位置関係が重要っす。ここがスタッフエリア。あー、楽屋があるところですね。午前中ここでアクションの打ち合わせがあったっす。ここが撮影所の正門前。あ、おばちゃんがいるところですね。午後1時から警備のおばちゃんがずっと立っていたっす。警備員の詰め所を過ぎるとゲートがあるっす。ここを過ぎるとスタジオがあるっす。ここっす、第一スタジオ。ここが殺人現場ですね。死体が発見された殺人現場っす。さて、事件があった10月15日午前中、この撮影所には被害者の胃袋武史、被告人の煮干し三郎、スタッフの女の子の3人しかいなかったっす。この子の名前まだ分かってないんですよね。正午まで撮影所のスタッフは全員スタッフエリアにいたっす。はい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 。わあ、めちゃくちゃ分かりやすくしてくれてる。そして昼食後、被害者の胃袋は一人で第一スタジオへ。午後1時、警備のおばちゃんが詰め所に入ったっす。あ、じゃあ被害者が通ってるのは見てないし、おばちゃんが来てからあのカメラのスイッチを入れたんですよね。で、確かあのカメラの写真の裏には2人目って書かれてたんですよね。そして午後5時、
衣装をつけたリハーサルをするため第一スタジオにスタッフたちが集まると、うわー、嫌な映像だ被害者の死亡推定時刻は午後2時30分す。凶器は胸に突き刺さったトノサマンスピアース。女の子ができる力技ではない気がするんだよな。これが事件の流れっす。もう一回聞きたい人がいたら説明するっすけど、どうしよう、もう一度、まあこれはいいかな、大丈夫でございます。まあなんとかなるだろうこっちあの写真1枚しか武器ないからな。凶器は槍ですか。これまた物騒な。証拠品トノサマンスピア、槍型の武器、被害者の胸に突き刺さっている状態で発見された。あ、やっぱりなんかテープで補強されてますね。なんか折れた、この槍が折れた一枚絵があったんですよね。よろしいか裁判長、この事件は実にシンプルなポイントにまとめることができる。すなわち、警備詰め所にいたおばちゃんは何を見たか。なるほど。では早速その警備員に入廷していただこう。うわー、来るぞおばちゃんが。めんどくさそうな証人の名前を。相変わらず頭の上にオウム乗せてんな怒った時のオウムね。あーらー三つ力に惚れたか。まあ、かっこいいけどつぶらな瞳。ちょいとあんた、いい男だね。おばちゃんちょっとときめいちゃったよ名前を聞いている小中の時といい名前言ってくれないねやだね、この子に入れちゃってさ。おばちゃんでいいわよいいことないだろう。おばちゃんでいいことないだろう。頼むから名前を。密林のやつ、証人から名前を聞くのが苦手らしいな。あ、大場カオルさんですか。あ、初めてここに名前が出てきましたね。大場、おばちゃんですね。大場さんでもおばちゃんは、初異議あり。第3話の初異議ありも出ました。証人のおしゃべりに異議を申し立てる。異議を認めます。証人はおしゃべりをやめるように。これから面白くなるところだったのに。では、証言を始めていただく。証人は事件当日、正門前に詰めていたのですね。そうよ。殺人現場へ行くには、あなたの目の前を通るしかない。話がわかるおっちゃんだね。裁判官もちょっと怒っていいんじゃないかな。証言をお願いしましょう。おばちゃんパワー恐るべし。いや、来るぞ。証言開始。事件当日について。はいはいはい。おばちゃん、事件があった日は午後1時に詰め所に入ったのよ。胃袋ちゃんたちは午前中から打ち合わせしてたんだけど、おばちゃん、ちょっと午前中は、その、用事があってさ。まあ、ここら辺ちょっと揺さぶってもいいかもしれないですね。まあ、とにかく午後1時に詰め所に入ったわけよ。それから午後5時まではずーっと正門のあたりにいたわね。胃袋ちゃんの事件があったの、午後2時30分頃でしょ。2時頃にね、おばちゃんの目の前を通った男がいたのよ。煮干しよ、煮干し。あの男がね、スタジオの方へ歩いて行ったのさ。いやー、煮干しさんとは限らないぞ。被告人がね。では早速尋問をしてもらいましょうか。はい、よーし、尋問開始。事件当日について、まずなんかちょっと午前中に何があったのか、なんかもぞもぞしていたので、ここをちょっと揺さぶってみましょうか。何か、でもおばちゃんが犯人ってわけではないと思うんだよな。何の用事ですか。 いやちょっとさ、これちょっと怪しいですね。答えてください。実はね、見物をしてたのよ、胃袋ちゃんと煮干しをさ。あ、ここでちょっとこの今文字のとこで見えないんですけれど、スピアが折れてるんですよね。見物、警備をほったらかして。あ、この間にもしかしたら抜けたかもしれないけど、写真が残ってるはずなんだよな。うるさい子だね。だからちゃんと正門は鍵をかけといたよ。
そういう問題じゃないような気がするけど。とにかく胃袋ちゃんの打ち合わせは絶対見ることにしてるのよ。これだけは譲れないね。いいな、私も見たいになっちゃって。ちょっと待ってくれ。当たり前のように迷いちゃんいるけど。まあなるほど、法律事務所のスタッフだからいいのかな。霊媒師辞めて警備員になったら。そう、悩むな悩むな。そうしようかなじゃないのよ。綾里家の血筋でしょ。まあとにかく午後1時に詰所に入ったわけよ。それから午後5時まではずっと正門のあたりにいたわね。突きつけると言ってもこの写真しかないですもんね。はい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 、午後2時2人目。2人目ってのが気になるよな、やっぱりな。まあ、ちょっと揺さぶってみましょうか。1時に詰め所に入ったわけよ。午後5時まではずっと正門のあたりに本当にいたのかどうか。1秒も目を離さず見ていたんですか。当たり前でしょ、おばちゃんはプロなのよ。それとも何、おばちゃんの仕事にケチをつける気。だって昨日は詰め所の中で羊羹を羊羹を食べててもちゃんと見てたわよ。一昨日来やがれ。おばちゃん、一昨日来やがれ。引っかかんなくていいよ。何のトリックもないからここに。言ってることが矛盾してるよ、なるほどくん。じゃない。違う。とにかく証人はきちんと見張りをしていたと。で、何を見たんですか。そう、それが大事ですね。胃袋ちゃんの事件があったの午後2時30分頃でしょ。2時頃にね、おばちゃんの目の前を通った男がいたのよ。ここですね。本当にそれは煮干しさんだったんですか、おばちゃん。煮干しさんを見たんですか。くどいね、そう言ってるだろ。なるほどくん、今がチャンスだね。あ、この爆弾をぶつけてやるか。おばちゃん何回でも言っちゃうよ。はい。じゃあここで突きつけちゃえばいいのかな。これが果たして煮干しさんと言えるのかどうか。意義あり。あなたは昨日から何度も煮干しさんを見たと言っています。その煮干しさんとはこの写真の男のことですか。ちょっと待ちなさい、なるほどくん。その写真私にも見せてください。いや、よく見てくださいよ裁判長。これわかんないでしょう。何ですかこれ。ネオ・エドシティを守る男、トノーサマン、その人です。そう、トノーサマンが歩いてたんですよね。おばちゃん、あなたが見た煮干しさんとはこの人物のことですか。決まってるでしょ、誰が見たって煮干しじゃないね、あんた。どんなものだろうか。よう、これで賞賛あったな、ミツルギ。確かに煮干しさんは殿様の役をやっています。しかし煮干しさんは殿様んじゃない。めちゃくちゃ当たり前のこと言ってるよ。ひぃ、わかってるわよ。その賞に、おばちゃんと呼ぶには抵抗があるらしいな。この人物が被告に煮干しさんだという証拠はないんですか。やだね、疑り深いおっちゃんは。あるに決まってるじゃない、証拠あるの。何、なんで密林まで驚いてるんだよ。証人、知っていることはちゃんと前もって話しておいてもらいたい。何言ってんのよ、おばちゃん。この写真を刑事に見せてあげたのに、こんなの証拠にならんからいらねえっすって。見向きもしなかったんじゃない。うむむ、みつりぎもおばちゃんには肩なしだな。では証言をしていただきましょう。なんだその証拠って。写真の男は煮干しである。おばちゃんはね、いい加減なこと言うの大嫌いなのよ。午前中スタッフエリアで打ち合わせしたんだけどさ、その打ち合わせの時煮干しのやつが転んじゃったんだよ。大事な小道具も壊れちゃうし、ちょっと大変だったね。そうだよね、やっぱ壊れてるよねこのスピア。煮干しも思いっきり足をひねっちゃってさ。この写真よく見なさいよ。あ、足引きずってるかこれ。ちゃんと写ってるだろ、足を引きずってるところがさ。だからこいつは煮干しなんだよ、わかったかい。
まあ、確かに引きずってるか。足に怪我をしていたわけですか。ではなるほど、尋問は。とにかくまあ揺さぶりをかけて情報を探り出そう。そうだね。足をひねった。まあ、煮干し様そんなこと言ってなかったけどね。どうなんだろう。ここは大丈夫。打ち合わせの時煮干しのやつが転んじゃったんだよ。まあ、転んだのも本当かな。ここちょっと揺さぶってみましょうか。確かに、これ、凶器が壊れちゃってるんですよね。小道具が壊れたんですか？ああ、殿様のスピアがね。殿様のスピア、凶器じゃないか。おばちゃんがね、とりあえずガムテープで修理したんだけどさ。それって結構重要なんじゃ。法廷記録にメモしておくか。ああ、よかったよかった。一度折れたところをガムテープで修理された。はいはいはい。これも大事かな。煮干しも思いっきり足をひねっちゃってさ、これもちょっと聞いてみましょうか。煮干しさん、ひどい怪我だったんですか？動けないほどじゃなかったんだけどさ、とりあえず昼飯食べた後、少し楽屋で休むことになったね。まあ、それで、煮干しさんは昼寝していたわけか。とにかく歩くときは足を引きずっていたよ。足を引きずっていた。ちょっともう一度写真見てみます。足を引きずってるか。まあ、引きずってるか。スピアもガムテープで補修されてますね。まあ、一応ちょっと揺さぶってみますか。やべ、ちょっとわからないな。これは本当に引きずってるのだろうか。本当ですか？ちょっと写真を見てみよう。歩き方が不自然なのは怪我をしていたからなのか。確かに足を引きずっていますね。ほら、おばちゃん、嘘つかない。だからこいつは荷物なんだよ。わかったかい？とまでは言い切れないんじゃないかな。でも、見た目は殿様んじゃないですか。まあ、そうだよね。来るよね。しかし、足を引きずっていたのは被告に荷物しかいない。そうですね。荷物さんと考えるのが自然でしょう。あー、なるほどね。じゃあもっと揺さぶりが必要なのか。煮干しのやつが転んじゃったんだよ。ここか？転んだ？そうだよ。殿様のくせに間抜けたらありゃしないよ。煮干しのやつ足をひねっちゃってさ。ん？左足？いや、関係ないか？仕方ない。おばちゃんが手当てしてあげたわけよ。手当てですか？唾つけてやった。それはそれは。あ、その時スタッフの女の子は？ああ、あの子はずっと大道具を片付けていたからね。煮干しの怪我のことは知らないよ。なるほどなるほど。ここか。打ち合わせをしていたメンバーは誰と誰ですか？お殿様の煮干しだろ？悪代官の胃袋ちゃん。そして、おばあちゃん。証人は何を？見物、見てただけ。スタッフの女の子は？ああ、あの子は大道具の片付けをしてたわよ。あの子、打ち合わせは見ていなかったのか。ダメだった？もう。時間切れ？そこまで。いかがだろうか、裁判長。一つ気になることがあるのですが。何だろうか。その殿様の着ぐるみは今どこにあるんですか？まあ、確かに。それが実はどこにも見当たらなくて現在捜索中である。とにかく証人が見たのは確かに殿様ではあるか。その中に入っていたのは被告人煮干しとしか考えられない。いや、まあ足引きずってただけだけどな。そうですね。裁判長が迷っているぞ。いや、これは異議を言って申し立てましょう。やっぱ凶器がおかしいですって。ちょっと待ってください。可能性が高かろうが殿様は殿様です。証人は煮干しさんの姿は見ていない。これはまあ確かにそうなんだよな。弁護人の言う通りですね。それにこの写真の人物の他に犯行のチャンスはなかったのかという問題もあります。あら、余裕ですね、三鶴さん。では次にその点を明らかにしてお目にかけよう。証人、続けて証言をしていただこう。任しときなよ。いや、でもこれは2人目って書いてたからな。崩せるんじゃないか。
事件当日について続き。胃袋ちゃんが死んだ時間午後2時30分だったよね。その時間までにおばちゃんが見た人間はこの荷物だけだよ。他にも誰にも、おスタジオへ行ったやつはいないんだ。もしいたらこのおばちゃんが見ているはずだからね。いや見てないんですよね。見てないのはわかるんですけど、でもなんでその写真のデータがなくなっているのか。もしスタジオに向かったのがこの人物だけならば、この殿様こそが犯人ということになりますが。ではなるほど君、尋問は。おー、行くぞ、尋問開始。当日について続き。死んだ時間は午後2時30分だったよね。お茶の見たこの煮干しだけだよ。ここがおかしいんですよね。煮干しだけじゃないんですよ。間違いありませんか？ああ、ないね。怪しいやつは通らなかったよ。怪しいやつね。怪しいやつ以外か。なるほど、なるほど。ここでじゃあちょっと突きつけてみますか。この写真、午後2時、2人目と書いております。一体これは、どうやって説明するんですか、おばちゃん。ちょっと待ってください。もう一度、この写真について確認させてください。これは、スタジオに通じるゲートのカメラが撮った写真ですよね。ああ、そうだよ。誰かがここを通るとカメラが自動的に写真を撮るんですね。よく知ってるね。そして、写真のデータは詰め所のパソコンに記録されます。あんたもうちで働くかい？なんかおばちゃんは余裕なんだよな。おばちゃんがなんかデータを消したってわけでもないのかな。この写真はそのパソコンでプリントアウトしたものです。裏に10月15日午後2時2人目と書いてます。そりゃあんた午後2時に撮った写真ってことだよ。そんなことは分かっています。問題は2人目の部分です。2人目気づくだろう。意味わかるだろう。パソコンには写真のデータはこれ1枚きりでした。それならばこの写真には1人目と書かれていなければおかしい。間違いないですね。なるほどくん、静粛に。なるほどくん、どういうことですか？僕の方が聞きたいですね。この証拠品は2人の人間がスタジオに行ったことを証明する。しかし写真のデータは1枚しか残っていない。そのデータを消したのはおばちゃんしかいないってなるんだよな。おばちゃん知らないよ。これは本当に知らないのか、それともなんか犯人をかくまってるじゃないけどかばったりしてるのかな。おばちゃん、あの日は煮干ししか見てないんだからね。いやでもな、しかしゲートのカメラは2人通ったことを示している。まあそういうことになるね。どういうことですか証人。おばちゃんに聞かれても。ちょっとみーちゃん、助けてちょうだいよ。みつるぎのことですか。勘弁していただく、私も知りたい。ふう、可愛げのない子だよ。あ、なんか吐いてくれるか。子供？子供？どうしましたか証人。そうだった、おばちゃん思い出しちゃったよ。もしかしてこの殿様の他に誰か通った人がいたのですか。まあそういうことになるのかね。ああ、子供？やれやれ、では証言は。子供？なんだなんだ。証言開始。もう一人の人物のこと。おばちゃん、その日の警備が終わるともう一仕事あるの。パソコンに記録された写真をチェックするんだけどさ、怪しくない写真のデータはおばちゃん消しちゃうのよ。そういえば事件の日、一枚消した覚えがあるよ。めちゃめちゃ大事なこと。証人、そんなこと初めて聞いたぞ。そりゃそうでしょ、今思い出したんだからさ。とにかくなるほど君、尋問を。なんかまたすごいことになってきたね。まゆいちゃんの目が。尋問開始。もう一人の人物のこと。おばちゃん、その日の警備が終わるともう一仕事あるの。はいはい。
チェックするんだけどさ、怪しくない写真のデータをおばちゃん消しちゃうの。怪しくなかったんですか？怪しくないってどうやってわかるんですか？そんなの顔見りゃわかるでしょ、大体。誰が写ってたんだ？大体って殺人事件なんですよ。だから怪しい煮干しの写真を残しといたしいいでしょ。よくないのよ。全てのね、全ての可能性を追っていかないといけないわけですか。いいのか。よくない、よくない。一枚消した覚えがある。それは何ですか？その写真は一体何だ？その消した一枚には誰が写っていたんですか？ファンだよ。ファン。同じことハモっちゃったな。なるほど、くんと殿様のさ、熱狂的なね、リハーサルの情報をどこからか仕入れてきてうろちょろする連中がいてね、あの日も一人。あら、ちょっと待ってください。さっき証人はこう言ったはずです。撮影所の正門には鍵をかけてから、あ、確かに鍵をかけたから誰も入ってこなかった。確かにね、言ってたな。いや、子供だったら入れる場所があるとかか。いやね、スタッフエリアにさ、排水溝があるんだけど、あそこ金網が外れちゃっててね、あれ外に繋がっててさ、あそこから入ってくるんだよ。あんなところから入ってくるんですか？言ったろ、相手は熱狂的なファンなの。それに、それに、あー、やっぱ子供なんだ。じゃあ犯人じゃないな。部外者が犯人じゃないぞ、これ。子供だからね。子供？じゃあ、おばちゃんが消した写真に写ってたのは。男の子だよ。小学校2、3年生ぐらいの。なるよな。これが攻める武器だと思ってたからな。静粛に、もう一度確認します。あの日、証人の目の前を通ってスタジオに向かった人物は2人。1人は足を引きずった殿様。そしてもう1人は小学2、3年生の男の子。そうだよ。いつものことでさ、追っかけても捕まりゃしない。小学2、3年の少年か。凶器のトロスマンスピアを扱うのはそう無理だよな。無理でしょう。あれは結構重いですから。ね、関係ないだろ、事件とは。だからおばちゃん、データを消しちゃったんだよ。なるほどくん、どういうこと？犯人の候補がもう一人登場したんだよね。でも登場したけど、凶器を扱うことはできない。そして今、早くも退場していくところだ。その通り。ここで5分間の休憩を取ります。弁護側、検察側とも、ただいま明らかになった事実を検討していただきたい。5分しかねえのか。きちいぜ。10月18日午前11時8分、地方裁判所被告人第3控え室。あ、煮干しさんとお話しできる。煮干しさん。これスタッフさんが呼んでたあだ名ですよね。めちゃくちゃ慣れ慣れしく採用してんな。はい。本当に楽屋にいたんですよね。スタジオには行ってませんね。言ってません。その寝てました。これはまあ本当そうなんだよな。じゃあ写真に写っていた殿様は誰なのかな。いや、子供が入る大きさでもなかったよな。知りませんよ、そんなの。殿様の着ぐるみは楽屋の隅に置いておいたので、持っていこうと思えば誰でもできたと思いますけど。へえ、なんか不用心ですね。まあそうなのか。まさか着ぐるみなんか盗む人もいないと思いまして。僕どうなんでしょう。かなりやばいと思いますよ。え、今のところ犯人はあなたしか考えられませんから。そんな、どうするの。なるほどくん、とにかく時間を稼ごう。そうだね、煮干しさんの他に犯行が可能だった人物を無理やり指摘するんだ。そうか、それでごねて明日まで判決を伸ばすんだね。そう、指摘を間違えると多分アウトだ。セーブだ。セーブをしておけ。はい、すいません、どうもありがとうございます。セーブしてきました。
間違えても大丈夫でございます。なんか苦し紛れに聞こえますね。いや、実際紛れもなく苦しいんですよ。あ、なるほどくん、時間だよ。じゃあ行こうか。ため息をつかないでください。いやーなー、助けたいのは山々なんだぜ、ニボサブさん。いや、誰だろう、おばちゃんかな。では審理を再開します。三剣検事、意見をどうぞ。検察側の意見は簡単だ。状況は何も変わっていない。スタジオに行った2人目の人物は10歳ぐらいの少年だった。確かに写真は決定的な証拠にはならないが、他に犯行を可能だった人物はいない。煮干し三郎に有罪判決を。まあね、ふむ。では、なるほど弁護士、意見をどうぞ。弁護側の意見は検察側とは違います。うわー、犯行が可能だった人物は被告人の他にもいました。これ誰にしようかな。3人か、子供か、スタッフの女の子か、おばちゃんだよね。静粛に、それは面白い。早速聞かせていただきます。ただし、関係ない人物を犯人呼ばわりした場合、それなりのペナルティを与えるので、そのつもりで。うわぁ、しっかり苦情されてしまった。被告人、煮干しさん以外に犯行が可能だった人物とは、どうしようかな。いや、やっぱ小学生の男の子は、物理的に無理。スタッフの女の子が通った場合、写真を撮られてしまう。で、その写真が撮られたとしても消すことができるのはおばちゃんしかいないんですよね。つまり、あの第一スタジオまで行って、湯袋さんを刺して、その証拠を消せる人物はやっぱりおばちゃん、この中だとおばちゃんしかいないんですよね。おばちゃんだ。警備をしていたおばちゃんですよ、もちろん。なんだって。この写真の殿様は足を引きずっている。つまり午前中の打ち合わせで煮干しさんが怪我をしたことを。確かに本当だ。この人物は知っていたことになる。被害者と煮干しさん以外にその怪我を知っていたのは一人、おばちゃんしかいません。うわー、俺のちょっと推理とは外れたけど、結果が一緒です。結果が一緒ならいいよね。静粛に静粛に。そうなんですか、おばちゃん。キアスカおばちゃんって呼ぶんじゃないよ。おばちゃんは正門の前で一人で警備をしていた。そうだ、逆に言えばそれはアリバイがないということです。少しの間持ち場を離れ、殿様の着ぐるみを盗んで殺人現場の第一スタジオに行くことができたはずです。まあ論理的にはできるはず。なぜわざわざ着ぐるみを着たんですか。簡単なことですよ、煮干しさんに罪を着せるためだ。ゲートのカメラに写真を撮られないようにするためです。あ、すいません、違いました。また違いました。やばい、俺ちょっとポンコツだ、ごめんなさい。着ぐるみは合ってた。よかった。着ぐるみを着れば煮干しさんに罪をかぶせることができる。なるほど、見事な推理です。よしよし、大成功だな。けどおばちゃんはやってないんだよね。おかしいな、いつもならこの辺で三剣のやつ。確かに、シャキーンと異議を申し立てるはずなのに。いかがですか、三剣検事。おー、三剣さんもなんかこの結果に納得いってないか。今のところ気の利いた言いが思いつかない。あー、ちょっとどういうことよ。みんなおばちゃんが犯人だって言うの。みっちゃん黙ってないで助けなさいよ。さてどうする、追い打ちをかけて。追い打ちをかける。即答王は、煮干しさんを犯人とする根拠はそのままこのおばちゃんにも当てはまります。どうしておばちゃんが胃袋ちゃんを。まあ動機はな、動機が不明という点では、そう、煮干しさんも同じでしょう。その通りですね。これでおばちゃんも容疑者の仲間入りだな。ちょっと気の毒だけど、煮干しさんのためだ。待ちなよ、あのスタジオにいたもう一人はどうなるんだい。おばちゃんが写真のデータを消しちゃった子供さ。でも小学校2、3年生の少年なんでしょ。関係ないね。
おばあちゃんその頃にはもうお父ちゃんには負けなかったよ。ふむ、いかがですか弁護人。その少年は犯人ではありません。何言ってんだよ、子供だからって差別は良くないと思うね。おばちゃんは証拠もあるんですよ。あるのかい。なるほどくん。なんだって。それでは見せていただきましょう、少年が犯人ではないという証拠を。いやまあ思い当たる証拠といえば、まあこれが子供の背丈ではない。いやでも子供の写真は写ってたんだよな。じゃあやっぱり凶器が重いってことかな。ちょっとこれちょっと突きつけてみましょうか。どうだろう、いいですか。凶器はトノサマンスピアです。そしてその凶器はこうして写真に写っています。確かに確かに、少年にスピアを入手することは不可能です。なるほど、どうですか証人。むむむ、さすがに返す言葉もないみたいだな。おー決まった、本日の審理はここで中断したいと思います。検察側はこの証人、名前何でしたかな。大場さんね。大場何がしだったと記憶している。検察側は大場さんの取り調べを行うように。では本日はこれにて閉廷。わー、あぶねー、首皮一枚つながった。なんで、どうしたどうした、ちょっと待っとくれよ。そこまで言われちゃ黙ってらんないわね。おばちゃん喋っちゃうよ。なになになに、隠し玉がなんかあんのかい。あのおばちゃんまだ喋る気なの。俺の喉も限界ですよ。証人どういうことですか、何か証言していないことがあるのですか。実はおばちゃんね、口止めされてたことがあんのよ。口止めですって。一体誰に。蜜璃じゃないんだ。あ、蜜璃じゃないんだ。あれねえ、蜜璃じゃないのか。とにかく証言をしなさい。なになに、誰。証言開始、口止めされていたこと。やべ、もう終わる気満々でいた。ちょっと待ってくれ。おばあちゃん、撮影所から、撮影所から口止めされていたことがあるのよ。事件があった日、実はあの撮影所には他にも人がいたのよね。うん、確かに。なんかスタッフの女の子が、人の気配が複数。いや、人の気配がしたとしか言ってないっけ。いやー、やべえ、わかんねえ。その人たち、我々は事件に関係ないからだってさ。撮影所には行かなかったことにしてくれたまえなんて言って、おばちゃんが疑われるなら、あいつらも巻き込んじゃおうかね。いいぞ、おばちゃん。その中にいるか、犯人。なるほど。証人、なんでそんな大事なことを今まで言わなかったんですか。だから、口止めされてたんだからしょうがないでしょ。法廷なのよ、ここ。とほほと思っているに違いないな。なるほど、くん。尋問を。口止めされていたこと。なんだ、とりあえずまあ揺さぶりかけてくか。はい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 。撮影所から。この他にも人がいたのは一体誰のことですか。いいね、楽しくなってきたね。それはまさに誰ですか。まず監督とプロデューサーは一気に増えるな。監督、おかしいと思うべきだった。監督なしでアクションの打ち合わせなど、まあ確かにな、するはずがない。そりゃそうよね。彼らはどこにいたんですか。あらあらあら、監督は午前中はスタッフエリアで打ち合わせ、お昼からはプロデューサーと合流して会議してたみたい。どこで。いいよ、蜜璃がなんか仲間になってくれた気持ちだ。第二スタジオのコテージでね。第二スタジオがここで出てくるのか。でなんか木が倒れて出入りができなくなったみたいな話でしたよね。第二スタジオ、初耳だぞ。上面図で言うとここだね。ゲートを通って左にずっと行ったところ。でもここだとゲートを通らなくていい、つまりわざわざ写真に写らなくてもいいわけですよね。うん、あの猿の首が落ちていた方面か。そうですね。どうですか、なるほど君、まだ尋問しますか。
聞くべき聞いたことは聞いたと思うけど、どうしよう。ちょっと続けてみましょうか。ちょっと待ってくださいね。関係ないからだってさ。たまえ。うん。そうね、そうね。まあ、ちょっとここも気になるので、揺さぶってみましょう。実際には撮影所にいたわけですね。ああ、一日中ね、事件を知って警察が来る前に慌てて帰っていったよ。ブツブツ、あたり締め上げてやるぞ。密林検事もご立腹か。まあそうか、じゃあまあこんなもんですかね。おばちゃんを追い詰めたの、大正解だったね。それは間違いない。あのおばちゃん、隠し事が好きみたいだから。とにかく、情報を引き出そうよ。そうね。まあこんなもんか。そうね。じゃあまあ、これ以上特段進歩はなかったですね。新しい情報は出てこなかった。裁判長、撮影所には事件当日他にも人がいました。監督にプロデューサー、そしてお偉いさん。彼らは取り調べも受けていない。この時点で被告人、にぼしさんに判決を下すことは不可能です。間違いない。弁護人の主張を認めます。検察側はまずこの証人、大場さん、そして証言に出てきた人たちを取り調べるように。いや、了解した。これまた三つ剣のキャリアに傷がつくぞ。本日の煮干し三郎の審理はここまでとします。では、本日はこれにて、閉廷。2回目だ。2回目の閉廷だ。10月18日午後1時4分、地方裁判所、被告人第三控室。本当にありがとうございました。あなた方に依頼したのは大正解でした。いやもうハンターハンターの羽毛銀に見えてくんだよな。今ちょうど連載再開されてさ、ちょうどその過去編なのよ。羽毛銀なのよ。どっかで見たなと思ったらジャンプで読んだわちょうど。いやいや恐縮ですなんて。僕たちはこれからまた撮影情報へ調査に行きます。例の監督とやらプロデューサーやらを調べなくちゃ。きっと彼らは次の法廷で証人として出てきます。尋問の材料を集めないとね。でもさ、なるほどくん、結局殿様の中に入っていたのは誰だったんだろう。そうなんですよね。誰だったんだろうな。足を引きずっていた左利き。あのおばちゃんだったのかな。いや違うと思うんだよな。どう思います、にぼしさん。違うと思いますよ。私も違うと思うな。だからあれは時間を稼ぐために。そうだよ、冗談で言ったんだよ。おばちゃんには悪役になってもらっただけだからね。ちょっとかわいそう。まあいいだろう。軽いな。じゃあ僕たちはすぐ撮影所の方に行きますから、また後でお邪魔しますね、留置所に。は恐縮です。いや、やっぱいい人そうだな、にぼしさん。犯人は誰だ一体。